こんにちは、速稼塾の久保です。今日は挑戦というタイトルでね、このメッセージをお送りしたいと思います。挑戦には2種類があって考えたことあります？挑戦にはこう A というパターンと B というパターンの挑戦があるんですよ。もうちょっと分かりやすく言いますね。すいません、気を持たせてますけども、挑戦っていうのは自分がずっとやりたかったんだけども、なかなかそのきっかけがなかったんで、この度挑戦してみようかなっていう風なね、やりたいことに向かう挑戦があります。これ一つね。二つ目っていうのは、ずっと避けてきたこと、できればやりたくなかったことに、まあ、あえて挑戦してみるかというふうなね、こう、かなりやりにくい挑戦があるんですよね。この二つが挑戦に、分類されていると思います。他に何か思いつきますかね？この二つに挑戦が分かれるっていうふうな分類ができている人もなかなかいないと思うんですけども、さらにその次です。自分がなるべくやりたくないことへの挑戦に、もしね、向かわないとしたら、それはまあ仕方がないでしょう。で、私はね、実はですね、今回トランザムという車を所有した時に、自分でこの車を修理せにはいけんなというふうに考えたんですよね。で、私はこれできればやりたくない挑戦です。今でもそうです。苦手意識もありますし、実際苦手です。タイヤの交換をしたことありませんし、チェーンを巻いたこともないです。いや、ボンネットを上げたことすらなかったと思います。でも、これを今年の6月から始めてですね、今私は少しずつですけども、この車の不調が分かるようになってきて、それに対してメンテナンスが自力でできるようになってきたんですよ。これやりたくないことへの挑戦をすることによって、やりたくなかった、そしてできなかったことが、やりたくないけどできることに変わってきた、少しの変化が訪れたんですよね。そして車に対する恐怖は消えていきました。誰もいないところで車が止まっても自分でなんとかできるんじゃないかなっていうふうな気持ちが芽生えてきたんですよ。まあ、こういうふうにやりたくないことへの挑戦をして、やっぱりやるんじゃなかったってものもあれば、おや、意外となんとかなるかもしれない、未だに苦手意識があるけども、実際一歩ずつ進んでるなっていうふうに捉えられることもあると思うんですよ。皆さんそういうのないですかね？で、いやいや久保さんと、やりたくないことは挑戦する意味もないよ、やらないよという方いると思います。もちろんです。ではですね、せめてやりたくて躊躇していたことはやりましょうね。やりたくてやりたくてしょうがない、でもそのきっかけがなかなかなかったんだっていう方、こういう前向きな挑戦はいいんじゃないですか。人生でやり残したことがあるっていうのは、誰でもね、振り返ることだと思うんですよ。やり残したことをさらに今日もやり残すのか、それともやり残したことをとりあえず今日やってみるのか、そしてそれがですね、実はずっと心に温めていたやりたいことだったという自分の正直な気持ちに気づいたときに、何をね、差し置いてそれを後回しにするその必要があるんでしょうか、ということなんですよ。そんなにその自分の大切な気持ちを後回しにするほど、今日やらねばならないことって大事なんですか、ってことなんですよね。仕方がなくやることと仕方がなくできないこと、どっちを私たちは選んでいるんでしょうか、ということですね。で、吉田さんはね、テニスがすごく得意だと聞いてましたけども、どうも今回聞くと、卓球か、卓球は特技というよりも今趣味になったのかな、特技ですかね。どうもね、ぼやき動画といいますかね、言い訳動画を見てないですけども、想像するに、どうもね、やっぱ現場を離れたんで、特技からちょっと趣味の方に変わってきたのかなと思っちゃいますけども、まあでもね、まだまだそうは言っても吉田さんは特技の部類に入ると思います。まあでもね、本当に挑戦するってこと、昔取った杵柄に挑戦することも結構勇気がいることだと思いますし、その結果を受け入れることもかなりね、勇気のいることだと思うんですよ。勝負ってのは勝った時よりも負けた時の方が勇気が必要ですし、そして新しい自分のね、未知の力に気づくのも、やっぱり敗北した時なんですよね。何かに失敗した時、逆境に陥った時、自分の本性が見えるんですよ。うまくいってる時は大して自分の本性見えないんですよ。うまくいかなかった時、挑戦破れた時っていうのが、本当に自分がですね、打ちのめされて再起不能になるのか、いや、そこから何かを得てですね、一つでも二つでもプラスに持っていけるのか。例えば吉谷さんは今回のことを YouTube にしました。再生数がたとえ1でもですね、それはプラス1なんですよ。でも多くの方はせっかく失敗したのに、その失敗を自分のカードとして使わないんですよね。そのまんま無駄にするんですよ。では何の挑戦をして生きているんですか、何の挑戦のために生きていくんですか、ということをね、金八先生みたいにちょっと私もね、訴えかけたいなと思います。さあ、話を大きく戻します。挑戦というものには2種類あると言いましたよね。今あなたはどちらの挑戦をしていますか、それともどちらの挑戦もせずに昨日の繰り返しの人生を受け入れているのか。昨日の繰り返しを受け入れれば明日も今日と同じ繰り返しになります。挑戦する意欲が昨日出ないんだったら、今日はもっと出ないです、明日はさらにもっと出ないです。
人生の中で一番チャンスが広がってるのが今日なんですよ。明日は少なくとも今日以上にチャンスはないです。今日以下にしか可能性はないんですよ。そういうことを考えるとですね、体を動かさずにいられないんじゃないかなと思うんですけども、それでも動かない人はいると思います。それでも動かない人はそのままじっとしておいてください。そしてそのじっとしておくことに耐えられないぐらいじっとしてた頃に自分の体は動くと思います。その奇跡を当てにするしかないですね。以上でございます。失礼します。